改札口付近2009年まで使われていたログハウス風の旧駅舎ホーム。日向和田駅は東京都大梅市日向和田3丁目にある東日本旅客鉄道大梅線の駅である。駅番号は JC64。対岸にある吉野梅号は関東有数の梅の名所として知られ、そのシーズンにはホリデー快速奥田、真、号、三宅号が臨時停車するほか、 当駅発着の臨時快速も運転されている。単式ホーム一面一線を持つ地上駅である。ホームの有効長は6両編成分ある。かつては木造平屋建ての駅舎を使用していたが、後にログハウス風の駅舎が別に新しく建てられた。2009年9月から新駅舎の建設工事開始に、伴い駅舎の供用が停止され、2010年1月26日に、 現在の駅舎が完成し、男女別のトイレが、改札外に、待合室が、改札内にそれぞれ新設された。なお、旧、旧駅舎は、旧駅舎完成後も取り壊されず、多客機の臨時改札口として使用されていた。現駅舎建設中には、仮駅舎として使用され、その完成後に取り壊された。大梅駅管理の無人駅であるが完売シーズンには、管理駅などから、 多数の社員が臨時に派遣される。駅舎には自動券売機が2台設置されており、スイカ及びそれと相互利用できる IC カードに対応している。また、簡易スイカ改札機が設置されている。このうち入場用1台と出場用2台は多客機のみ使用する。2014年度の1日平均乗車人員は893人である。近年の推移は、 下記の通り、吉野番号の中心、青梅芝居の講演、ありがとうございます。